どうもゆういちです。今回は伊豆大島でぶっこみ釣りをします。狙いは浜笛吹きを狙いつつ笛台が釣れたらいいなという感じでやっていきたいと思います。今日は金曜日で有給を取ってやってきましたんで、なんとかいい魚釣って持って帰りたいと思います。初日はフレンドハウスで食事します。とか食べって言いながら俺はフレンドいたします。油の浮き方とか半端ないもんね、すごい。暑い日中を避けていろいろ楽しんでたらこの時間になりました。今から竿を出して頑張って釣りしていきたいと思います。まずは1投目岩磯目投げてきます。岩磯目投げてきます。2投目はアジ投げてきます。アジ投げてきます。せーあ、やべ。魚だった。ウツボすか。軽そうっすね、ちょっと。ウツボ感はある。ウツボ感イズある。あ、いや、魚だな。え、魚っすか。魚感あります。おっと、いいウツボの可能性もあるっすからね。あ、もう足元バタバタいってるよ。あ、そういうこと。おー、ええじゃん。ええです。はい、はい、綺麗な伊豆姫エイと高級餌祝い染め。めこれの祝い染め。お疲れでした。お疲れでした。あ、元気だ。あ、ヤッコじゃないですか。ヤッコだね。ヤッコだ。ヤッコいいじゃん。やったね。このね、点々がトレードマークのヤッコエイさんでした。ヤッコエイ、かわいい。これは魚じゃなかろうか。ウツボではないと思うがな。いや、引かねえな。引かないぞ。何も引かない。ウツボか。いや、ウツボではないと思う。浮いてこないしな。あ、魚。魚でした。イサキがすれがかりです。糸笛です。糸笛吹き。ありますね。万歩くない気がするかな。軽いです。
赤旗？赤旗っすね。わりかしいいサイズの赤旗が釣れました。よし、赤旗が釣れました。やったー、おっしゃい、来ました、乗りました、乗りました、乗りました。これは取れるでしょ、これは取れるでしょ、ちょっとでもサイズ落ちたっすかね。そうですね、ちょっと軽め、これが増えないだったらラッキーですね。さっきの一撃はでかかったですね。うん、割とスイスイなんで増えないかもしれないですよ。その可能性もめっちゃお膳立てしてもらって暮らしていただいたみたいな。よいしょ。というわけで有意サイズが増えないでしたね。すごーすごー、丸いっすよ。うわ、すっとがかりだ、すげえな、ガチか。いやでも鉄おもり引っかからなかったっすね。引っかからなかったっすね。結構波に揺られてたと思うんですけど、よかった、よかった、ナイスな魚でした。ありがとうございます。ありがとうございます。